こんにちは、愛良町、加治木町から来ました、おかみなあちゃん、そして今日は父も一緒に後から、二重奏させていただきます。キリア桜屋さんのこのおちさんのチームおち、本当に2年3ヶ月ぶりなんですけど、コロナの影響でずっと演奏ができなくて、唯一父との楽しみのチームオッチだったんですけど、やっと2年3ヶ月ぶりに今日父とカジキの方から来ながら、すごくオチさんに会うのも本当に久しぶりだったんですけど、本当少しずつですけど、また元のように演奏できる賑やかなキリア桜屋さんが戻ることを願って、今日は楽しんで演奏させてもらいます。1曲目はコンドルは飛んでいくです。父なんですけど、父の定年退職後に見つけた趣味がオカリナで、その影響で私もオカリナを始めました。本当にちょっと仕事の方が忙しくて、音合わせをする時間がなくて、今日の本当に数時間前に合わせたばかりなので、ちょっと緊張しながら久しぶりに父と演奏したいと思います。まず1曲目は秋の童謡メドレーなんですけど、もみいち、夕焼け小焼け、十五夜お月さん、村祭りを演奏します。
Thank you.
レーもそのまま6でいいの。うん、ああまあ、あの水も来ちゃうから水もよかった、うん、いいって言って。いっぱいいっぱい、ここいっぱいいっぱい。ああ、まあまあ、ありがとう。また帰ってから飲めね、うん、はい、じゃあ、お疲れ様、はい、どうもね。ほら、もう、あやだ、ほら楽しかったね。もういいかな。